どうも、ロッチュン TV です。本日はですね、スマートフォンのギャラクシーというメーカーから、ギャラクシーノート9という新機種が、今日発売ということで、先日ギャラクシーノート9の発表会に行ってまいりました。そこで PUBG モバイルの重大発表があったので、そちらも紹介していきたいと思います。それではですね、そちらの発表会の様子を収めてきたので、ちょっとご覧ください。どうぞ。10月25日に発売いたします。発売に先駆け、まずは本日のプログラムをご紹介させていただきます。第1部としまして、主催者を代表してサムスン電子ジャパン株式会社プロダクトグループ牧匠よりご挨拶をさせていただきます。続いて PUBG 株式会社東京オフィス室長井上陽一郎様よりご挨拶いただきます。その後、スペシャルゲストとしてタレントのモガミモガさん、 PUBG モバイルストリートパートナーのレイシーさんをお招きしてのギャラクシー PUBG モバイルデモンストレーションを行います。最後に第2部に移りまして、一般招待の方とギャラクシープレチャンピオンシップと称したエキシビジョンマッチを行います。どうぞ最後までお付き合いください。本日はスペシャルゲストとしてモガミモガさんにお越しいただきました。皆さん拍手でお迎えください。モガミモガです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、皆さん、モガさんの格好を見てください。キービジュアルの格好をされてるんですよね。はい、とっても可愛い。形から入ろうと思いまして。とっても入れてます。ありがとうございます。すごいぴったり似合っていて可愛いです。ちなみに質問なんですが、はい、PUBG はプレイされていますか？実はですね、最近やり始めたばっかりでして。そうなんですね。まだとても初心者です。あ、はい、大丈夫です。私も初心者です。あ、本当ですか？はい、よかった。今回このノート9のイベントでもありますが、はい、ノート9でプレイされているんですか？そうですね、やらせていただきました。はい、実際ノート9でプレイされてみて、はい、こう感想なんかはいかがですか？めちゃくちゃ画質が綺麗なところがまず最初びっくりしたのと、あとなんかこうスムーズにすごい動いてくれるので、なんかラグが少ない感じがしましたね。やっぱりこう対戦ゲームですから、画質がいいことだったり、はい、こうスムーズに動くっていうのはとても大切なポイントになってきますよね。はい。そして最初紹介でもありましたけど、はい、クールダウンっていう、こう熱くならないっていうのは、ね、プレイしている中でもとっても重要ですよね。端末が結構電池切れもすごい消耗が少ないみたいなので、なんていうんですかね、充電しながら やってることが結構多かったんですけど、それをなくしてくれたのがこのノート9かなっていうのはすごくあります。それは素敵なポイントですね。はい、ありがとうございます。 PUBG モバイルストリーマーパートナーレイシーさんです。皆さん拍手でお迎えください。どうも、レイシーです。ぜひ自己紹介をお願いします。はい、公式ストリーマーパートナーのレイシーと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。PUBG モバイルをプレイされている方ならレイシーさんを知らない方はいないんじゃないかなと思うんですが、ご紹介をさせていただきます。レイシーさんは PUBG モバイルソロタートルランキング元1位のトッププレイヤーで、モバイル公式パートナーです。 YouTube で PUBG モバイルの動画を投稿している配信者でもありまして、初心者にも分かりやすい強武器強ポジの紹介から、上級者も気になる日本1位の手元動画など、幅広いプレイヤーが楽しめる動画を数多く投稿されています。画面に映る人も変わるかもしれないってね。これ絶対レイシーさんの方が良くないですか？いやそんなことないですよ。大丈夫ですか？そんなことないですよ。僕多分くる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 回しちゃう。主催者を代表しまして、サムスン電子ジャパン株式会社プロダクトグループ牧匠よりご挨拶申し上げます。牧様、よろしくお願いします。サムスン電子ジャパンプロダクトグループの牧と申します。
本日はご来場いただき誠にありがとうございます。では、早速ではありますが、私の方からギャラクシーノート9の、新製品のご説明をさせていただきます。ギャラクシーノート9には、スライドにありますように大きく分けて3つの特徴がございます。まず、ノートシリーズといったらペン機能です。メモを取ったり絵を描いたり、一般的なスマホではできないことを可能にしてくれます。で次に、何といってもギャラクシーといったらカメラです。まあ、ノートシリーズのみならず非常に多くのお客様から、大変ご評価いただいております。本来ならば、この2点に関してちょっともう少し説明しないと、私も会社から怒られそうなんですが、今日は一旦忘れていただいて構いません。今日ご説明したいのはパフォーマンス性能の部分についてです。ノートシリーズの、パフォーマンスといえば、スマホの中でもハイスペック機器の代表格でありますが、さらに、今回は、ハイスペックなだけではなく、さまざまな部分でゲームに最適化された機能を実装しております。では順に、ご説明させていただきたいと思います。まずゲームをする上で非常に重要なファクターである CPU 性能です。どうしても、CPU 性能が低いとゲームをプレイしていてもカクついたりとかラグがあったりとか、なかなか快適なプレイをできませんが、ノート9は、高性能な CPU と 6GB の RAM を搭載しているので、本当に、ストレスなく、プレイすることができます。この点に関してはもう、お手持ちのスマートフォンとぜひ、会場にある、Galaxy Note 9と比べていただければ、まあ、スマートフォンによってはかなりの差が出るんじゃないかと思ってます。次に重要となってくるのはディスプレイ機能です。Galaxy Note 9では有機 EL ディスプレイを搭載しておりますので、非常に画質が綺麗です。なので PUBG のような高グラフィックなゲームも、非常に、臨場感あるようなプレイができますし、また PUBG で言いますとかなり索敵とかしやすい仕様になっています。さらに、ベゼルレスの 6.4 インチという大画面のディスプレイを実装しておりますので、画面も見やすく、まあ、タブレットに近い形でプレイしていただくこともできます。 PUBG でをプレイされている方の中では、まあ、3本指でやったり4本指でやっている方もいると思いますが、 Galaxy Note 9ならば問題なく操作ができます。どうしても、気になってくるのが、まあ、次は電池持ちです。まあ、皆さんもご経験あるのではないでしょうか。最終アンチとかすごくいい場面で充電が切れそうになって慌てて充電するという、 Galaxy Note 9はその心配はございません。 4000mAh の大容量バッテリーを実装しておりますので、安心して長い時間プレイしていただくことができます。高性能な CPU に高性能な、ディスプレイで大画面で大容量と、ここまででもゲームに最適化されていることがお分かりいただけると思いますが、今回はさらにもう一つ、特徴的な機能を実装しています。それが冷却機能になります。やはり高グラフィックなゲームを長時間どうしてもやってしまうと、スマホに負荷がかかってどうしても処理速度が遅くなってしまいます。そこを見直したのが、今回の Galaxy Note 9です。設計や素材を変えることによって、まあ、昨年のモデル、まあ、ノート8なんですけど、対比 21% 冷却機能が向上しています。なので高性能な CPU で、まあ、より長くより快適に高いパフォーマンスを保ったままプレイしていただくことができます。ゲームをするのですごく、パフォーマンスの高いノート9になりますが、明日10月25日、木曜日発売となります。ご清聴ありがとうございました。お客様ありがとうございます。今回タッグを組みます PUBG 株式会社東京オフィス室長井上陽一郎様よりご挨拶いただきます。井上様よろしくお願いいたします。コラボというすごいことですけれども、なんとこの取り組みに関してすごいキャンペーンがあるというふうに伺ったんですが、ご説明お願いします。まず最初に、Galaxy Note 9、PUBG モバイル特別キャンペーンとして、10月25日から、12月31日に
までに、ノート9を購入していただけると、ギャラクシーのオリジナルスキンを、プレゼントさせていただいております。まあ、T シャツであったりとか、パラシュートであったりとか、フライパンなどのスキンを、ご用意しております。でただ、メインはこれだけではございません。ギャラクシーチャンピオンシップと称しまして、大会を開催させていただきます。まあ、1000名以上の、規模の大会を考えているのですが、一応、全国で4拠点予選を行って優勝チームを争っていただくと。で当然優勝チームには、商品のほどを用意しております。詳しいゲームのルールであったりとか、応募方法に関しては、ギャラクシー公式ホームページからご確認いただければと思います。で、まあ、気になる優勝商品の方なんですが、まず、ギャラクシーノート9、まあ、非常に本当に PUBG をやるにあたっていい端末になっていますので、皆さんぜひ、これの獲得を目指しながらご参加いただければと思います。でもう一つ、目玉となっておりますのが、オリジナルフィギュアです。で今日実際、物を用意したので、ぜひお見せしたいと思います。ちょっと遠目で見にくいかもしれないのですが、まあ、非常に細かいところまで作り込んであるフィギュアで、腕の方は外れて銃が変えれたりします。でなんとこれ、世界で限定50個しかないので、まあ、とてもレア度が高くて高価なものになります。ノート9も高いですし、これも高いので、はい、ちょっと本当に転売だけはご勘弁いただきたいと思いますけど、でさらにまあ、どんな傾向プレゼントをあげるのって話なんですけど、今回ドンカツメダル99枚も、差し上げます。ドンカツ T シャツもご用意しておりますので、ぜひ皆さん、振るって、大会の方のご参加をよろしくお願いします。はい、たくさんお願いします。よろしくお願いします。いやーとにかく豪華で、ギャラクシーノート9の本体からフィギュアからドンカツメダル99枚 T シャツ、ものすごく豪華になっていますので、ぜひぜひ皆さん振るってご参加いただけたらなと思いますが、井上さん、はい、大会に関して1000名以上の規模ということですが、はい、いかがですか。こういった形で開催するのは初めてでして、多分世界でもこういう端末メーカー様と一緒になって、こういったイベントを行うことは多分初めてかなと思っております。でそれが大会だというところでして、たくさんの人たちがいろんな地域で参加することができますので、オフ会がてらコミュニティを作っていただいたり、もともとコミュニティがある方もいらっしゃると思いますけれども、オフ会がてら参加していただいて、ギャラクシーノート9の性能を体験していただいて、よければより次のステップへ進んでいただければなというふうに思っておりますので、はい、楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、ということで発表会の動画で今見ていただいたと思うんですけども、ギャラクシーチャンピオンシップという PUBG モバイルの大規模な大会が開催されることが発表されました。いやーすごいっすよ。これは1000名規模の大会ということで、あとはちょっと概要欄にも URL 貼っとくんですが、大会の期間なんですが11月24日から12月8日までで開催されるようです。で大会ルールがマップがエランゲルで、デュオモードでやっていくようです。で会場が東京、名古屋、兵庫、福岡で開催されるようです。もう結構いろんなところで開催されるし、まあ規模がでかいからね、1000名規模っていうことで、ちょっとこの大会すごい期待しています。で今回今日発売のギャラクシーノート9、実際に触ってきました。それどういう風に触ったかっていうと、会場でギャラクシーチャンピオンシップのプレ大会みたいなのがあって、40人のプレイヤー集まって、ちょっと集まった人同士でデュオを組んでっていう、ちょっとランダムな感じだったんだけど、そこで実際に PUBG モバイルもプレイしてギャラクシーノート9も触ってきました。でギャラクシーノート9触ったんですけども、まずね、端末がこういう風に枠がないやつ、ベゼルレスっていうのかな、でなんか端っこの方まで画面がもういっぱいにあるやつ、まあ、iPhone X みたいな感じの枠がないやつね。で上のそのなんか丸くクリってなってるんだけど、そこまで画面があるやつで、こう画面を広く使えるタイプでした。でそれで実際 PUBG モバイルもプレイして、まあ、かなりねその画面の広く使えるから、その4本指とか、まあ、3本指とかで PUBG モバイルやる人は多いと思うんだけど、その
指をいっぱい使っても画面を隠れないで見えたりしてすごいやりやすかったです。で、あとはまあそのさっき説明でも動画でもあったんだけど、まあバッテリーが多かったり、まああとは熱くならないっていう売りどころもあったんで、このスペック、実際スペック聞いてもすごいいいなと思ったけど、まあ実際ゲームやってる時も熱くならなかったですね。ということでね、今回は、ギャラクシーチャンピオンシップという PUBG モバイルの大会が開かれるという重大情報、そしてギャラクシーノート9実際に触ってきたというレビューでした。この後ね、後編の動画で実際そのゲストのモガミモガさんとレイシーさんがPUBG モバイルプレイしてる発表会のシーンもあるんで、そちらも後編でお伝えしたいと思います。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたな、バイバイ。